考えとかななきゃいけないけけことだとだ思うんですけども自分が自分らしく生きる権利っていうかねそれはもう絶対に誰にも侵されないものでとしてあると思うんですよね。誰にも傷つける傷つけていい人間傷ついていい人間なんていうのはこの世に一人も存在しないわけです。 皆さんおはようございますスマデラの小池四人です本日もよろしくお願いいたします、うんえー、私はですねあの毎月毎日新聞さんで、えー、月1回ですけれども、えー、連載を持たせていただいておりまして、えー、四人のユーチューバー巡礼というね題、うん、の連載なんですけれどもまあいろんな人 YouTube で発信されてる人いますけれどもその方々とこう対談するような連載に、えー、なっております。で、えー、先日、えー、YouTuber の方誰だったかと言いますと、えー、和恵ちゃんというですねあのー、ゲイの方なんですけれども YouTube で LGBTQ についての発信をずっと続けておられる方と対談させていただきました。で 今徐々にというかだいぶこう理解が広まってきているとは思うんですがなかなか思うようにいかない現実もあるというのを思い知らされたわけですけれどもまあ特にですね先日政府関係者の方がですね同性婚をめぐってなんですけれども発言でまあ見るのも嫌とかですね隣に住んでいたら嫌だとか。 まあそういうい発言がこう明るみにに出て大きなな問題になりましたであのもう一度ね皆さんと一緒にこの本当の多様性というのは何なのかということをもう考えていきたいなと思うんですけれどもずえ、まあ、ちゃんはですね小学5年生の時に、まあ、周りのまあ男の子の友達とかが異性に対してこの恋愛感情を持ったりし始める時期に。 自分にはそれがないっていうことであったりあるいは自分は同性の人にそういう思いが芽生えるっていうことに小学5年生の時に気づいたそうなんですね。でただその時にですねあの「トンネルズ」の番組って言ってたでしょうかなんかそのものすごい人気その時も子どもたちにものすごい人気だったあのテレビ番組バラエティー番組でなんかこのいわゆる「 そういう、えー、あのー、lgbtq の。人たちをこう笑いにするようなキャラクターであのホモだホモというですね。そういうキャラクターがあったんだそうです。で私はちょっと知らないんですけれどもで、それがあのー、まあ学校でも話題になってですね。だいたい小学校の時ってそうですよね。あの、昨日見たバラエティの話を教室で真似したりして盛り上がったりするわけですけど。 でそういうのをあのみんな真似してうわ気持ち悪いとか言いながらやってるのを見てもう風江ちゃんはそれを見ても直感でですねあ自分のこの思いっていうのは絶対にバレてはいけないってこう思ったんだそうですね興味があるものが違うしあるいは運動ができるできないが違ったりとか得意な科目が違うっていろんな違いがありますよね40人のクラスだったらいろもうみんな いろんな違いを持ってるけれども、この違いだけはバレたらいけないっていうことを小学生ながらに気づいたんですって言ってました。も、ま、う、あ、それからものすごい生きづらい日々を過ごされたんだそうですね。えー、誰にもバレ親にもバレちゃいけない、誰にもバレちゃいけないってそういうふうに生きてきた。私もそれを想像しただけでですね、どれだけ辛かっただろうなというふうなことを思いました。 であるいはそのの学校の先生もですね例えば男の子同士がふざけ合ってね授業中にふざけ合ったりしてたら「お前らホモか!」とか言って注意してるでそれを見て周りの子もケラ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 笑ってるそんな学校の環境の中でものすごく生生ききづららさを抱えて、まあ、生きてこられたんだそうですですもそんな和枝ちゃんにも天気が訪れましてそれは何だったかというと、えー、ワーキングホリデーで カナダに行く機会があったんだそうでえね1年間カナダに滞在するときにもうカナダでは同性婚が認められていまして公園とかに行けば手をつないでいる同性の人を見かけたりとかあるいは同性同士で家庭を持っている人当たり前にこう存在しているそのような中であなんかこうなんていうんですかあそうなんだっていうねあの思いになってじゃあ生まれて初めて。 あのカミングアウトしてみようって思われたんですそれでカナダの友人に実はね僕はゲイなんだっていうことを生まれて初めてですよもう意を決して言ったんだそうですそしたらそのカナダの友人の反応が「あそうなんだ」っていうまさかのもうすだから本当にあその時にゲイって悪いことじゃないじゃないか。 思ったんだそうです。ゲイでも自分らしく生きという,い,ういうことに気づけたんだそうです。だからそのそれカミングアウトしてからのカナダでの生活はものすごい生きやすかったっていうんですね。でも日本に帰るっていうふうになった時に、まあ、これもまた意を決してですね自分と同じように LGBTQ 当事者はですね生きづらい思いを抱えている人たくさんいるはずだ。 だから YouTube で発信してですね、えー、少しでもみんなが自分らしく生きられる社会にな,なってほしいって思いで YouTube を始めたんだそうです。もうぜひ皆さんかずえちゃんのチャンネル見てください。もう本当にねあの一生懸命発信されてます。でその数えちゃんが言っていたのはですね、ただ日本に帰ってきたまだまだ全然何も変わってなくてですね、えー、いろんなそういう差別といいますか。 そういういいさを感じているショックだったのはその日本ではもちろんその YouTube を始めましたから周りにこう伝わるわけですねずえちゃんがゲイだということをもうあの公にしてるわけですけどそうすると同じゲイの方からもう会う会のをやめてほしいと言われたことがあるんだそうです、ね、一緒にいるところを見られたら自分もゲイだと思われてしまうバレてしまうからっていうことを気にされてっていう話もされてました。 まだまだ生きづらい、えー、世の中が今この日本にはあるんだなということを思い知らされます。で、その世の中で和江ちゃんが言ってたのは、えー、その人事にならない、無関心にならないでほしいっていうことを私に伝えてくれました。えー、たまにですね、あの同性愛者というか LGBTQ の当事者に会ったことないっていうような人も、えー、よくいるらしいんですね。 ところが、まあだいた10人に1人とか10人に2人という割合でおられるんだそうです。じゃあなんでこういないって思ってしまうのかといえば、言えない社会がそこにあるからなんだっていうふうにまあ風江ちゃんは言ってました。これもやっぱりあの大前提としてですね、考えとかなきゃいけないことだと思うんですけども。 自分が自分らしく生きる権利っていうかね、それはもう絶対に誰にも侵されないものでとしてあると思うんですよね。誰にも傷つける傷つけていい人間、傷ついていい人間なんていうのはこの世に一人も存在しないわけです。で、この冒頭に言ったその政府関係者の、えー、見るのも嫌だっていう発言に対してですね、いろんなこう賛否というか。 いろんな声が上がってで批判が当然多かったわけですけれどもその擁護する声として私が気になったのは「多様性多様性」って言うんだったら見るのも嫌だっていうその意見も認めなきゃおかしいじゃないかっていうような意見がツイッターとか見てたら結構出てきたんですよね。でこれは論点ずらしというかですねこれは。 すごく恐ろしい考え方だなと思ってまして極端な話をすれば暴力を振るっていい自由を認めろって言ってるようなことともう似て非なるもの同じようなものそんな自由を認められないじゃないですか差別していい自由を認めるそれが本当の多様性だって言ったらそれは違うと私は思ってるんですよ。もちろんですね個人の感情内心のに関わることだから それぞれぞの人がどういうふういふに受け止めるか例えば LGBTQ の当事者の方を相対たしたきに例えば見るのも嫌だとか気持ち悪いなんていう感情を持つこと自体はそれは誰にも咎められるものではないと思います。だけれどもひとたび気持ち悪いとか見るのも嫌だなんていうふうに口に発した時点でそれはその相手を傷つける言葉であり傷つける行動なんだからそれは差別なんですよね。 自分が言われたら嫌だじゃ嫌じゃないですか。見るのも嫌だとか気持ち悪いなんてことを言われたら嫌なことは人にはしてはいけないわけで、でこんな当たり前のことを言ってることすらこう愕然とするわけなんですけれども、えー、本当の意味で多様性って何なのかっていうのを今一度あ考えるべきじゃないかなと思ってます。誰一人、えー、その傷ついていい存在はない。 一人一人がかけがえのない尊い存在であるということに今一度気づくべき時なんではないかなと思います、えー、よくお話しますけどもあの神言集が大事にするマンダラの世界がまさにそうですあれは多様性ですよねまさに一つ一つの一尊一尊の仏様の姿形すべて違いますでもあ,あれは調和の取れた世界なんですねそれなぜならば相互供養と言って 一人は全ての仏様を供養し全ての仏様は自分を供養しているというその相互関係でそれぞれの姿形は違うけれどもお互いに敬いそしてお互いに供養の心を向けている関係なんです。この社会がそれぞれの違いを認めつつ認め合うそういう調和の取れた社会に私はきっとねこれは高い理想 と言われるかもしれないけれども少しずつ個人個人のその思いによって誰もが生きやすい社会に近づいていけるんじゃないかなと思っております本日はね本当の多様性ということ今一度皆さんと考えたく、えー、お話しさせていただきました、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました,ましたでは皆さんのご無事をお祈りしましてご奉合三弁お唱えしたいと思います